こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はですね、エトボスのクリスマスコフレが届いたので皆さんと一緒に開封していきたいと思います。で、中に入っているコスメを実際にスウォッチしたりとか顔にのせてみたりして皆さんにお見せしていきたいと思います。それでは早速いきましょう。ということで早速開けていきたいと思います。こんな感じになっていて、まずエトボスのパンフレットが入ってますね。可愛い柄のこのミニファイルですね。なんかこのミニファイルも普通に使えそうだなと思うんですけど、このコフレの詳細が入っています。で、あとはエトボスのパンフレットが入っています。中にこんな感じでコフレが入っているので早速見ていきたいと思います。こちらちっちゃいねブラシが入ってます。ちょっと後で開封します。そしてここがねきっと真ん中がメインなんですけど、こんな感じで商品たちが入っています。見てください。こんな感じで、このね、パッケージが限定の柄になっているんですけど、これがすごくおしゃれで可愛いです。こちらがですね、ミネラルカラーパレットプレイフルということで、アイカラー&マルチバーム、唇にも頬にも目元にも使えるマルチなバームと、ブロンズ系プラム系のクラッシーシャドウ4色、さらに美容クリームベースのアイバームを2色インということでね、かなり豪華な内容になっています。この見た感じがね、すごくときめくような色合いですね。こちらの上段がちょっとピンク系で、こちらの下の方がちょっとカジュアルな感じの色合いになっています。こちらがですねちょっとたっぷりめに入っていた一番端の血色カラーです。で、こちらは上段の一番端に入っているちょっとベースになるようなハイライトカラーにもなるようなピンクカラー、このような色合いです。で、こちらがですね真ん中、上段の真ん中に入っているピンクカラー、こちらパウダーになります。で、こちらも上段に入っているちょっとね深みのあるパープルカラー、こちらもパウダーです。そしてこちらは下段に入っているこのクリームベースのもので、こちらはイエロー系のベースで、オレンジとブラウンになっています。すごい可愛いです。こちらがですねミネラルモイストシルキーベールというねフェイスパウダーになっています。ちょっとね中を開けていきましょう。チラチラチラと繊細なパールが配合されているのがわかります。こちらね SPF20 で PA プラスが2つついています。で、そしてね、このパフもすっごく柔らかくて、毛足が結構長いです。毛足が長いパフっていうのは、より繊細にパウダーをね、つけることができるので、こだわりがあるなと感じますね。このような感じですごく滑らかで、全体的な仕上がりとしてはちょっとマシュマロ肌っぽい感じに仕上がります。でも、適度にこの上品なツヤ感というかラメ感が入っているので、こうお肌が元気に見えるというか、ちょっと若々しいような印象に導いてくれるパウダーです。そしてこちら、これねすっごくね可愛いなってこう注文する時から思っていたんですけれども、ミネラルリッププランパーシアのベリーソーダというカラーです。このね色の名前がとっても可愛いんですけれども、ホリデーの限定色になっていて、ほのかな青みを含んだホリデーにぴったりの華やかカラーということで、ツヤツヤですごい色がはっきり出るわけではなくて、やっぱ透明感があるので、どんなタイプの方も使いやすいかなというふうに思います。そしてねコフレを注文する時にはこれが入っていること気づかなかったんですけど、シェルブラシが入っています。これはおそらく先ほどご紹介したこのパウダーをこのブラシでもつけていいよっていうことだと思います。これでね8800円、税込みすごい安いなっていう風に思うんですけど、さらにさらにこちらのねホワイトのポーチがついています。ここはファスナー部分がちょっと柔らかいピンクになっていて、ここのね持ち手の部分もちょっとタッセルっぽいというか可愛くなってます。こんな感じです。すごい可愛い。中を開けてみると、先ほどねこのパレットのパッケージになっていたすごいね可愛い柄に中はなってますね。 iPhone と比べるとこのくらいのサイズ感です。ちょっとこれだけ見るとゴロッとしたデザインに見えると思うんですけど、意外と iPhone と比べてみるとコンパクトなサイズなのがわかるかと思います。大きくパカって開くのもすごくこう中が見やすくていいですよね。早速こちらのパレットやねリップなどをつけながらメイクをしていきたいと思います。まず私今ねクッション系のファンデをつけてからパウダーを塗っていなかったので、ちょっと先にテカリやすいところとかにこのパウダーを塗ってみたいと思います。テカリが気になるところを押さえていきます。なんかすごく粉が乗ったっていうよりかは肌がふんわり柔らかくなるような印象ですね。すごいマットになっちゃうわけでもなく、なんか誰でも使いやすいようなパウダーかなというふうに思います。せっかくなのでこちらのちょっと肉厚なブラシも使ってつけてみたいと思います。こちらはちょっとね滑らせるようにしてつけていきます。こちらでつける方がより薄付きにつくような印象ですね。まあお直しの時とかよりナチュラルに直したいなっていう方はこっち、割とこうテカリやすくてパウダーしっかり塗りたかったりとかふわりマシュマロ肌に仕上げたい人はやっぱりこのパフでつけるのがいいかと思います。こういう両方ね選択肢があるのもすごい嬉しいです。
そしたらちょっと私顔色がすごく悪く見えるので、パレットを使う前にこのリッププランパーを使っていきたいと思います。絶対可愛いですよねこれ。しかもすごい持ち運びに便利なサイズで、今ちっちゃいバッグずっと流行っているので、ちっちゃいバッグ派の方にもおすすめです。うん、可愛い。塗った感じもすごく滑らかで、香りもねそんなに強くないです。ほんのり爽やかな香りがするぐらいですね。このラメ感によるツヤっていうよりかも、このリップ自体のみずみずしさで唇が包み込まれているような感覚です。なのでこう誰が見てもすごく好印象な唇で、フレッシュさ若々しさもあって、しっかり血色感もあるような印象です。でベタつきもあんまりなくて、こうペタペタ感が全然ないので、これはね私絶対使い切れる自信あります、この冬で。でそしたらですね、こちらを実際に使っていきたいと思います。こういうチップとブラシがついています。一番初めにですね、このジョーダンのピンクのカラーを使って、ちょっと可愛らしいようなメイクをしていきたいと思います。こちら側はちょっとピンク系のメイクにして、こちら側はちょっと下段のスタイリッシュなメイクにしていきたいと思います。ちょっとね、私エトボスのインスタライブで若干予習してきたので、まずはこちらのですね血色カラーを使っていきます。入っているバーム系はリップにもチークにも、もちろんハイライト代わりにしてもアイにも使えるっていうことで、すっごく便利ですよね。ではまずチークをこちら側に塗っていきます。あ、結構のせちゃった、結構のせてしまった。でもねすごく透明感があって、お肌にスッと馴染むような感じですね。なんかほんと自然な血色感を引き出してくれるような感じです。今ね、つけすぎちゃったって思ったんですけど、結構トントンと叩いていると馴染んできます。そしてちょっと指に余ったもので、アイホールのところ少し血色感を与えてくすみを飛ばしていきます。そしたらですね、こちらの真ん中のピンクのパウダーを使っていきます。アイホール全体にじんわり血色感を出していきます。こんな感じです。私ねピンクカラーってまあまあ苦手というか、あんまりこう可愛らしい感じにメイクをね仕上げることがないんですけど、すっごく肌なじみがいいです。なんか本当にじんわり温かみのあるような目元になります。そしたらちょっとこちらチップの細い方で下まぶたにも塗っていきたいと思います。発色がすごく穏やかな感じがします。かわいいわこれ、もうすぐ使って出かけたいって感じですね。でそしたらですね、こちらの締めのパープルカラーを使っていきます。でこのねパープルカラーはエトボスのライブ配信を見ていた時にですね、この黒目の上の真ん中のところと黒目の下の真ん中のところに置いて、それをねこう左右でぼかすっていうようなご紹介をされていました。なのでちょっと同じようにやっていきたいと思います。あ、かわいい。血色感が含まれているようなパープルカラーなので、全然ねげっそり見えたりしないです。パープルが主役っていうよりかは、この中間色のピンクを引き立たせるようなパープルに作られているような印象です。かなりかわいい。ちょっといいなぁ、私これ頼んでほんとよかった。そしたらですね、あとこちらのですね一番端のラメっぽいピンクですね、こちらをハイライト代わりに使っていきます。ハイライトって結構Cゾーンとかに入れると思うんですけど、私はねこのメイクだったらちょっと頬のニコッと笑って高くなるこの中心ゾーンのトップに入れてあげると、よりキュートさがね増すかなと思ったので、ちょっとここに入れていきたいと思います。あ、かわいい。え、クリスマスコフレってほんとすごいね。なんかもっとちゃんといっぱい予約しとけばよかったな。はい、こんな感じでどうですか？すごい可愛いですね。でこちらのルックがジョーダンのピンクたちをメインに使ったルックになっています。もうなんか甘すぎず大人の洗練された印象もしっかりと出ているところが、さすがエトボスさんだなというような印象でした。でそしたらですね、こちらの下段の方を使っていきたいと思います。下段はねこちら側のお顔でやっていきます。こちらの下のルックはチークとかは特に入れずに、ちょっとスタイリッシュに仕上げるのがおすすめという風にねエトボスのライブ配信でやっていたので、もうライブ配信どんだけ見てんだよって感じなんですけど、なんでこちらは一旦チークレスでアイメイクから仕上げていきたいと思います。まずはオレンジのカラー、こちらはねオレンジのカラーはパウダーになっています。結構広めに入れていきます。
ボさんのおすすめのやり方も眉の中に入っちゃうぐらいまで広範囲にということがおすすめだそうなので、結構広範囲に入れちゃいます。ここまで大胆に入れてもむしろなんかちょっとかっこいい感じになりますよね、オレンジなのに。で、そしたら同じくオレンジのカラーをちょっと下まぶたにも入れていきたいと思います。本当にね、これ全部のカラーがすっごく肌なじみが良くて本当驚きです。こんな感じでちょっとね、こっちとは全然印象が変わりました。そしたら下段の一番端のブラウンカラーを取って、ちょっとかっこいい目にしたいので目尻のところにシュッと幅を出すように入れます。こんな感じです。ちょっと引き締まりますね。このイエローのカラーをちょっと筆に取りましてですね、目頭のところにちょっとアクセントで入れるっていうことなので、ちょっとやってみます。こっちはこっちで全然違う印象になりますね。こちらがですね、上段の方で仕上げたちょっと可愛らしいようなメイク、こちらはですね、下段の方で仕上げた少しスタイリッシュなメイク、オレンジメイク。はい、こんな感じになっています。両方上段と下段それぞれ分かりやすく使えるのすごくいいなと思ったんですけど、ミックスして使ってもすごく良さそうだなというふうに思いました。例えばなんですけれども、こちらの締めのパープル、こういう感じのカラーで、こちらをちょっと際の方にだけ使って、下段のイエローのちょっとミネラルバームとかをトン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 と重ねたりしてもすごくおしゃれな印象になるかなというふうに思ったのと、上まぶたにこの真ん中のピンク、下まぶたにこの肌なじみのいいオレンジでもとってもフェミニンな感じだけどおしゃれな印象になれて、すごく可愛いんじゃないかなと思いましたね。本日のセリクエッシュはこれから発売になる、予約開始になるクリスマスコフレで私に試してほしいものだったりブランドだったりレビューしてもらいたいなっていうようなブランドメーカーさんがあれば、よろしければコメント欄に書いてください。ぜひそちら参考にして、これからねまだまだコフレどんどん出てくると思いますので、お買い物をしてこういう風に動画にできたらいいなという風に思っております。ということで本日も最後まで見ていただいてありがとうございました。これからも皆さんのためになる楽しいメイク動画を配信していきたいと思いますので、よろしければ画面右下の赤いチャンネル登録ボタンをポチッと押して次回の動画もお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。